はい、谷内壮志です。今日はですね、新電図新世界コミュニティに来た、相談に対する回答をしていきたいと思います。今日ですね、初めて、質問されましたね、石原さとみさん、よろしくお願いします。はい、新電図初心者で、まあ、勇気を出して初質問ですということで、はい、もうどんどんと質問してください。もうそんなね、恥ずかしがってる場合じゃないですよ。はい。質問とか、なんか相談があったらですね、どんどんと相談していただいて構いませんので、これからもですね、どんどん投稿よろしくお願いします。はい。80歳代の男性で前立腺がんの骨転移があるという患者さんですね。血圧脈拍等のバイタルは正常範囲内で、まあ、経過、最近、ですかね、正常範囲内で経過しているということですね。で、3つの質問があります。はい、質問1です。モニター心電図をどう読みますか？私は一瞬パフと思いましたが、RR がほぼ一定なので PSVT と読みましたということで、ここに1つ、2つ、三つですね。三つのモニター心電図が貼ってありますね。そして、十二誘導心電図と、まあ、ここにはですね、実際のモニター心電図の、まあ、写真が貼ってあるということですね。はい。まず質問目が、まあ、何と読むかということですね。次に質問2です。治療にて、ジギラノゲン、フェノバール、ワソラン、セルシンが言っているということですね。期待通りの効果を得られず、80歳の医師も困り果てていました。お医者さんが80歳なんですかね。これ、患者さんが80歳なんですかね。どっちも80歳なんですか。80歳の医師も、困り果ててました。その他に、ベータ遮断薬投与や、除細動、根治としてアブレーション等がある、病状により治療も様々だと思いますが、第一選択の治療や、この治療でダメなら次はこの治療みたいな、手順があれば教えてくださいということで、まあそのまあアブレーションとかベータ遮断とか除細動アブレーションもあるのは知ってるけど、まああと何をすればいいかなという感じですかね。うん、はい、わかりました。次にですね、質問の3です。で、翌日の十二誘導をどう読みますかと。単発の PVC、 左脚ブロック、 V1 誘導が下向きだから左脚ブロックですね。はい、幅広の QRS、 そして、全体的に ST が低下しているようで気になりますということで、 R 波増高もあり、差し支え肥大、一人ではこれ以上すっきり読み解けず勉強不足実感とありますけども、はい、ありがとうございます。これに対する、この相談に対するですね、まあ質問、まあ、この相談に対する回答をですねしていきたいなというふうに思います。はい、まずですね、このモニター心電図を見ていきます。はい、まず1枚目ですね。はい、お聞きしましょうか。はい、このモニター心電図があって、これですね、まあ P 波が見えて、これですね、 P 波が見えて QRS があって、まあ P 波ちょっと、T 波、これも P か、PP。これが TP。これ T 波ですね。T 波か。T 波ですね。P 波があって、P 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 波があって、QRS があるということで、はい。これを見るって、石原さとみさんはですね、まあ最初、はい。一瞬パフと読みましたが、RR が一定なので PSVT と読みましたということで、そうですね。RR 感覚はこれに関しては一定ですね。はい。なので、これ見るとですね、まあ P 波と QRS がまああるので、まあ PSVT と読まれても構わないかなというふうに思います。まあ AT なのか PSVT なのか、まあフラッターの可能性はちょっとないかなと思うんですけども、そんな感じですかね。まあ、PSVT 読みましたということで、これを PSVT と読むのは、問題ないかなというふうに思うんですけども、次の心電図ですね。この2枚目の心電図を見てもらうとですね。はい。これですね。心電図新世界コミュニティについてお話しさせていただきます。まあ、これもまた新たな取り組みとしてやらせていただきます。で、これどういうものかというとですね、24時間365日、心電図で困ったことがあればですね、いつでも質問することができるというサービスです。